アメリカ合衆国のグレートソルト湖の西にあるボンネビル、ソルトフラッツ塩類平原とは、塩湖の水が太陽による熱などで干上がってできた塩やミネラルが堆積した地形である。塩原とも呼ばれる。アルゼンチンのアリサロ塩原水の蒸発速度が降水量を超える砂漠のような気候に見られる。また、アラル海のようにアムダリア川とシルダリア川で考えが行われ、流れ込む。 水の量が減ることでも起きる。表面上は、潮の平原であるが、潮の下が泥沼である場合があり、走行していた車が飲み込まれることがある。これによって、第二次世界大戦中、カッターラテ地チで戦車の足が止まり、戦局を左右した、潮や石膏などの採掘が行われる。アメリカ合衆国ネバダ州のブラックロック砂漠では、ロケット実験や、 自動車の速度記録を取る場所としても利用される。また、アメリカ最大の塩類平原ボンネビル、ソルトフラッツでは、ボンネビルスピードウェイと呼ばれる自動車のスピードを競う大会が開かれる。ロシアにおける潮の最大産地であるバスクンチャクコの塩類平原で、ソビエト連邦自動車最速記録をピオネール 2M が達成した。ありがとうございます。